はい、こんにちは、空の海です。皆さんは、人を、傷つけたことってありますか？傷つけようとして傷つけたことも、あるかもしれないし、傷つけるつもりがなくても、傷つけて、しまうことというのは、ありますね。今日は、そんな話を一つしようかなと思います。これね、空波が、大学生だった頃の話なんですね。大学1年の時にね、同じ、学部のね、同じクラスの、子にね、一人の、女の子がいたんですよ。仮に、A さんとさせていただこうかなと思うんですけど、その子はですね、本当にね、影が薄い子だったんですね。で、ほとんど喋らないし、で、ほとんどね、こう人と接するということもない子でした。すごくおとなしいし、声さえもですね、聞いたことも、ないっていうね、クラスメートもいたと思います。でもちろんですけども、サークルとかね、そういうものにもどこにも属さなくて、いつもそーっとクラスのね、授業を、クラスに入ってきて、で、終わるとスーッと出ていくっていうね。心ないクラスメートの人たちはね、霊とかね、心霊の霊ね、霊子ちゃんとかね、そういう風に、呼んでる人もいました。背後霊とかね、そんな、悪口を言う人もいましたね。当時、その波が、大学生の頃なんていうのは、今考えればね、30年以上も前の話です。で、今であればね、何かこう人と関わるとか、人と接するということに対してね、何かしらの、そういう障害を持っていた子なのかもしれませんけども、当時はね、そういうようなことっていうのは、あまりこう、なんていうのかな、よく世間的にこう知られてなかったというか、時代なのかな、そうなのかもしれないです。今だったらね、まだ他の子たちもね、彼女のことを理解して、いろいろな接し方が、できたのかもしれないですけども、そんな子がいたんですね。で、その子とですね、空波が、関わるきっかけになったのは、空波がですね、学校から帰ろうとしたとき、当時空波はバイクでね、通ってたわけなんですけども、で、そのバイク置き場のね、方に、空波が学校が終わって、帰ろうとしたらですね、一人、女の子がね、女性が、なんて言うんでしょう、柵の、支柱のようなところにね、しがみつくというか、ぶら下がるというか、ちょっと、うまく表現できないんだけども、何かもたれかかって、うずくまってるような、感じになっていたんですね。で、そこで僕は、声をかけたんですよ。大丈夫ですかっていうふうに声をかけたんですけど、その子がすごくそれに何て言うのかな、逆にパニック状態っていうか、になって、ちょっと大きな声を出してね、ギャーイヤーイヤーみたいな感じで、振り払ったんですよ。で、僕、大丈夫、大丈夫ですよ、大丈夫ですよって、どっか体具合悪いんですかっていうふうに聞いてもね、やっぱりその、支柱というか、ポールにしがみついて、それを離さないんですね。で、しばらくで、すごく空波がね、何か女の子を泣かしてるような感じ、外から見えるのかもしれないですけどね、他の学生たちはみんな、空波をね、
ね、すごい白い目でね、見ながら通り過ぎていくんですけど、まあ、僕はその、まあ、同じクラスメートですからね、まあ、その子のことを気になったので、その場でじっとね、まあ、3歩あまり近づくとね、また声を出されてしまうので、後ろに下がってですね、しばらくそのままずっと一緒にいたんですね、うん、でそしたら彼女はこうふと、落ち着いてですね、スクッと立ち上がったんですよ、うん、そしたら、その子、まあ、ほとんど関わりがなかったから僕の名前なんてね知らないと思ってたんですけど、まあ、僕の顔を見るなりね、空波くんありがとうございましたって、言ってくれたんですよ。もう大丈夫ですからって、言われて、うん、で、まあその時以来なんかちょっと彼女の、うん、ことがなんていうのかな、そう、まあ、恋愛とかねそういう意味ではなくて、ちょっと気になるようになってですね、まあ比較的クラスで会った時とかでもやっぱり挨拶ぐらいはね、おはようとか、さようならとかこんにちはとか、かけるように、なったんですね、うん、で、ある時ですね、まあ、彼女がね、その僕にね、話しかけてくれたんですよ、うん、でおそらくですよ、おそらくですけど彼女多分クラスで、話ができるって男も女も含めて僕だけだったんじゃないかなっていう気もするんですよね、うん、本当に彼女と話した、ことがあるっていう人はほとんど見たことがなかったので、うん、聞いたこともなかったですね、うん、で話しかけてくれたのですごくびっくりしたんですね、うん、ですごくびっくりして、どうしたのって言ったら、彼女がね、私、夏休みに、実家に帰ることにしましたって言ったんですよ。で、夏休みだから家に一回帰るってことって聞いたら、いえ、私、学校を辞めますって言ったんですよ。で、そうなのって言って、うん、で、まあ、お母さんが迎えに来てくれるので、一緒に帰りますっていうふうに言ったんですよね。うん、で、なんか、もう夏休みね、もうすぐ夏休みっていう時だったので、まあ、なんていうのかな、やっぱりこう人と関わるのが難しいとかね、そういう感じで、学校を辞めて、ね、田舎の方に自分の実家に帰るのかなっていうふうに、思ったんですよね。そしたらなんかすごくその子のことがなんかこう、不憫になってしまって、なんかもっと、俺たちっていうかもっとね、まあ、僕がそもそもそうなんだけど、もっと彼女と関わって、楽しくね、まあ、学校生活を送ることできなかったのかなって思って、でさらにもうちょっとね、猶予ないのかなって、もうちょっと俺たちになんとかこう頑張るチャンスはないのかなと思ったりもしたんですけど、まあなかなか、俺一人ではね、そのクラス自体も一クラス100人ぐらいいるからね、もう、どうしようもないなというところだったんですよね、まあでもせっかくねそうやって、話してくれるようになったので、僕は彼女をですね、まあ、デートって言ったらおかしいんですけど、まあ、断られるだろうなと思ったんですけど、休みの日にね、次の日休みの日に一日、どっか、ね、遊びに行こうっていう風に誘ってみたんですよ。そしたらすごく意外にもですね、その子分かりましたっていう感じで、まあ、どこに、何時でいいですかっていう風に言われたので、じゃあそこで待ち合わせねっていう感じで、待ち合わせしてね、一日一緒に、
行動することになったんですね。まあデートっていうか、うん、で、まあ彼女どういうところが苦手でどういうところだったらいいのかっての分かんなかったので、まあそれなりに人混みのようなさ遊園地みたいなところはあのダメなのかなと思って映画に、まあ、行ったんですよね。うん、で映画に行ったんですけど、やっぱり彼女としてはこう人が、まあ、比較的たくさんいるし、しかも、まあ、喋りはしないんですけど、あの暗闇で、なんていうのかな、うん、そういう環境が嫌だったのか、まあ、もう始まってどうだろう、10分ぐらいしたら、僕の方に話してきて、すいません、出たいんですけど、いいでしょうかっていうふうに言ったもんで、なんかちょっと、しかも僕を掴む、手がね、ちょっとわなわな震えてたんですよ。で、彼女こういう環境すごく、苦手なのかなと思って、あ、これ悪いことしたなと思って、すぐ、出たんですね。うん。で、出て歩いていたらですね、彼女、やっぱり、なんていうのかな、今度はこう、木をこう、根元から支えてる、うん、なんていうのかな、あれ僕名前知らないんですけど、そういう木の柵みたいなところに今度はあそこに捕まってですね、動かないんですね。で、空波は、もう、行こうよっていうふうに言っても、彼女は嫌ですって言って動かないし、まあちょっと彼女のね、この手を、腕を掴んでっていうか、その強くじゃないですけど、行こうっていうふうに言っても、嫌っていうふうに、大きな声を出すんですね。で、まあ僕はまあ仕方ないので、また、そこにどうだろう、40分か50分ぐらい、小一時間はいたと思うんですけど、彼女のそばに、いてね、ずっとぼーっと立ってたんですね。そしたらまた、以前のように、しばらくしたら、手を離して、すんませんでした。もう大丈夫です。ごめんなさい、空波さんって、言って、一緒にね、まあ、家まで、うん、帰ってきたんですよ。うん、まあ、それでね、うん、まあ、彼女は、うん、お母さんが、迎えに来てね、で一緒にその実家の方に、うん、夏休みに入って、直後ぐらいだったかな、うん、連れられて、帰って行きました。うん、でそっからですね、僕と彼女の、なんていうのかな、文通友達が始まったんですね。文通ペンフレンドっていうのかな、昔で言うと、まあ当時ですから、今みたいにその携帯とかもない頃ですから、メールとかもね、ない頃ですよ。で手紙をやり取りをね、し始めるようになったんです。まあそうすると彼女はね、本当にすっごい生き生きしてるんですよ。手紙では本当に別人のように生き生きしてて、今日は、何々こういうことがあったとか、ああいうことがあったとか、どういうものを見てどう感じたとかっていうことがすごく生き生きと綴られていて、あ、この子、実際は本当はこんな子なんだって僕はすごく、まあ、なんていうのかな、好印象だったんですね。で、まあ、手紙のやり取りをしているうちに、まあ、1年が経ったんですよ。で、また夏休みですね、夏休みの時に、彼女から手紙が来ましてね、空波さん、東京に一度遊びに行ってもいいでしょうかっていうふうに、書いてあったので、まあ、いいよって言って、うん、どうぞって言って、で待ち合わせをしたんですね。うん、で僕はね、その時に、うん、今考えるとですね、最低なことをしてしまったんですよ。うん、本当に最低ですね。全然そういう、なんていうのかな、ところに気が回らなかったというか、うん、僕は当時ですね、お付き合いしてる女性がいたんですね。うん、お付き合いしてる女性がいて、で、その子に当然ですけど、女性とそう文通をしてるわけですから、こういうことを、文通してるということはこう話していたんですね。うん、で、彼女にも話して、まあ、その子が、東京に遊びに来るんで、まあ、会おうと思うんだっていうふうに言ったら、まあ彼女も、あ、じゃあ私も行っていいって言われて、あ、いいよいいよって言って一緒に、来たんですよ。うん。まあそれで、彼女とね、うん、待ち合わせをして、こっちは二人でね、まあ彼女をお迎えして、まあご飯を食べて、うん、で、
あの彼女ね、なんていうのかな、やっぱりほとんど喋らなかったですね。ほとんど喋らなかった。まあそれは、本来俺一人でも喋らなかったのかもしれないし、僕とそのもう一人彼女がいたから、さらに喋らなかったのか、まあ、この辺はもう定かでは、ないんですけど、ほとんど、まあ、せっかく会ったのにね、食事をしただけで、言葉も、交わさずにね、彼女はまた、電車に乗ってね、実家の方に、帰っていきました。でその後にですね、その波の元に一通の、手紙が来たんですね。まあその手紙の内容は、ラブレターでした。ラブレター。すごくね、これは、悪いことをしたなと。いうふうに思いながらね、その手紙を、読んでいたんです。綴っていただいた最後にね、彼女が、僕に、残した言葉っていうのは、そう書かれてあったんですね。まあ、それ以来、彼女には会っておりませんし、手紙も、書いてません。